巡視官とは、可視官出身者で士官に準じる待遇を受ける者の,の分類を言う。階級名としては、順位、特務総長、兵総長などの語が当てられることが多い。巡視官の英訳には自衛隊の順位になど、バラントオフィサーが使われるがこの用語を使う英国、米国、ナト o 軍を構成する国などにおいて、国、軍種歴史的に巡視官の階級は、士官、 可視官とは別の系統の階級、最下級の士官もしくは最上級の可視官と別に分類され異なる。また、ワラントオフィサーは、士官見習いや士官学校生とは別のものである。これらも、国や軍種で、法律的立場や階級は曖昧なものから、兵卒、可視官、仮の士官まで様々である。近代的軍隊創創期においては、士官は、 貴族、士族等の階層の出身者によって構成された。このことから一般の歌詞官が士官に昇進することは困難であった。そのため、歌詞官の中で功労があり特別に処遇すべきものに、士官でもなく歌詞官でもない士官相当の待遇を与える必要が生じた。そこで設けられたのが巡視官の制度である。英国また後の米国でのワラントオフィサーの名称と、 階級は初期英国王立海軍と共に発する。当時は軍人である貴族が艦長や会尉となり、王、または国家より委任を受けた士官として船の指揮を取った。これらの士官たちは多く船や航海等に関する知識や経験が乏しく船の船長や船員に航海や操船などの技術を頼った。そのため、本来軍の指揮系統ではないが、 船の上級職である、航海士、経理官、船員、従軍聖職者、水夫長、職人長などには、一般水夫や兵士とは別の待遇と権限を与える、ためにおまたは国家より認可状が与えられ、これが、ワラントオフィサーとなった。米国のワラントオフィサーは、現在も、このような職能に基づく独立した階級である。英国海軍において、ワラントオフィサーの役割、 役職、階級、名称は、兵器や装備の進歩、軍のシステムの変化等により、士官と可士官にそれぞれ吸収されたり亡くなったりした。西欧諸国では、巡視官中を、さらに複数等級に分類する国が多い。NATO 軍人階級符号では、おマイナス1からおマイナス5の符号が与えられているが、各国の定義する、巡視官と必ずしも一致しているわけではない。 巡視官制度のあり方は国によって様々であるが、おおむね次の類型に分けられる。大日本帝国陸軍では、当初は巡視官と並んで、下腹官を置いていたが、後に下腹官制度は廃止された。実際日本陸海軍の巡視官はおおむね半人間一等であり、将位に相当する総人間六等とは明確に区別されていた。しかし、軍服は、 将校と全く同様の将校軍以降や将校軍等といった軍装品を着用、廃用することができ、将校集会所に顔を出すこともできる等、将校待遇がなされていた。また給与も、貸し官兵の月給制ではなく、将校同様に年俸制となっていた。陸軍武官官投票では、巡視官として、陸軍方兵上等看護、陸軍公兵上等看護、 陸軍二等軍学長の三種類が置かれている。1894年に特務総長という階級名となる。特務総長の故障を用いたのは、陛下巡視官のみで、故障変更前の最終段階では、不評、方兵、公兵、航空兵、市長兵、憲兵の各特務総長があった。特務総長の名称を用いない、巡視官としては同じく最終的には、 陛下の法兵上等校長、公兵上等校長の二つのほか、各部には、経理部の上等経典、上等法校長、上等科校長、衛生部の上等看護長、上等馬校長、獣医部の上等帝鉄校長、軍学部の学長補の階級があった。1932年に、陸軍順位という階級名に変更された。終戦時における階級の種類としては、 陛下の順位と、憲兵順位、技術部の技術順位、経理部に、主計、方向、総行、立技の3種、衛生部の衛生順位、良好順位、獣医部の獣医務順位、軍学部の軍学順位、法務部の法務順位があった。歩み、気、法、公、市長の各陛下には、順位という階級が1917年から1920年までの、 間にも存在したただし、この場合の順位は士官であり、巡士官の特務総長の上位であった。実役定年2年以上の現役特務総長の内優秀者を選抜し、試験に合格した者が陸軍士官学校で教育を受け順位となった。この制度は1920年に、少位候補者制度に改められた。順位、特務総長は、 現役低減年齢が40歳であったが、そのまま予備役に編入され除退する者、予備役少尉に進級して引き続き在退する者、志願して試験に合格し、士官学校の少尉候補者教育を受け現役少尉に進級する者があった。また日露戦争時には幹部不足を補うため戦時特例として、特務総長の優秀者を少尉に特別進級させた。このため、 日露戦後の各部隊の中隊には、この巡視官から戦時特別任官した年寄りの遺官が一定数いた。陛下部隊の特務総長は、通例中隊府所官の一人として人事係を務め、中隊事務室の筆頭として、これを主催し、貸し官兵の人事を取り扱った。兵の新庄調査書を維持保管し、諸勤務の割り当て、新旧転属懲罰の立案。 内務班の管理を行い、その思惑一つで兵士の運命が決まるため、人事の特産等と呼ばれ、恐れられ、遺憾でも、新任の場合、体内を知り尽くしている、特務総長には、頭が上がらないことさえあった。特務総長は、中隊事務室に席を置くほか、専用の個室を持つ場合があり、範囲員は、各中隊に一人であったが、戦時の臨時編成部隊要員として、 もう一名増員される時もあり、増員分は演習係、馬係などを担当した。古参の特務総長の給与は、大尉とほぼ同じであったが、小さな一戸建ての家を借り、そこから舞台に通うのが普通で、将校と比べるとつましい生活ぶりであった。現役低減年齢が40歳なので、大抵の者は早くから予備役編入後の生活設計を立てていた。 大日本帝国海軍では、次のような主要な変遷がある。1884年7月11日、巡視官として、海軍兵装上長、海軍兵装長、海軍木工上長、海軍木工長、海軍機関工長族、海軍機関工長、海軍学長が置かれる。1886年7月12日、巡視官として、海軍上等兵装。 海軍軍学士、海軍機関士、海軍上等技校、海軍戦勝士を置く。1915年大正4年12月2日直例、第216号別表の海軍、武漢官会表において、海軍兵装長、海軍機関兵装長、海軍軍学長、海軍戦勝長、海軍看護長、海軍筆記長の官会を、巡視官から特務士官に変更。 1920年4月1日以降、1897年9月16日以降の海軍上等兵装等の官名を改め、海軍兵装長または海軍兵装長とする。海軍廃止時には海軍兵装長のほか海軍兵装長が置かれていた。自衛隊では当初は幹部と総との間には、 巡視官に相当する階級は設けられていなかったが1970年5月25日に制定された防衛庁設置法等の一部を改正する法律により三等陸位、三等海位、三等空位のもと1等陸層、一等海層、一等空層の上として巡陸位、巡海位、巡空位が新設された。当時の俸給月額は4万1500円。 内八87,600円である。陸海空産自衛隊のすべてで、ワラントオフィサーの英訳が当てられている。三自衛隊で、共通の英訳が当てられている階級は、順位のみである。現行制度の順位は、高い専門性を有する技術職配置と、総司祭行為としての総括的配置の2つの、性格の位置づけがなされている他に、 長年の現場経験から幹部に準ずる指揮を行う立場として位置づけられている。海上自衛隊における順位はすべて専門的技術職であり、幹部を補佐する準幹部として配置されているが、陸上自衛隊や航空自衛隊にあっては、創始の総括的配置と専門的技術職との両方がある。陸上自衛隊、服務指導の分野において特に完熟した。 タイム経験に基づき陸層以下を指導する職、整備等の分野において、機能維持上特に完熟した技能を必要とする職、教育または訓練の分野において、特定の技能について陸層以下を指導する職、司令部要員等で上記の職と同等以上の責任と経験を必要とする職として以下のようなポストに準陸員が配置される。昨今では、 初級幹部定住職から招待朝職、業務対番長職等の幹部配置に補職させる場合もある。海上自衛隊、特技職における熟練者として、高度の知識及び技能並びに、改装士としての長年の経験を背景に幹部を補佐する職、分隊士及び別に定める係士官の職務を通じ、特技職に係る専門業務及び一般業務全般について、 幹部は補佐し、改装士を総合的に指導監督する職として以下のようなポストに巡回位が配置される。初級幹部の配置に補職する場合もある。なお、専人五長は改装長の階級にあるものが補職されるため、巡回位が当てられることはない。航空自衛隊、総主隊員の含む指導等に関し、指揮官を直接補佐する職。 総括的業務を通じて、総始隊員の指導及び指揮官等の補佐にあたる職、特技に関する高度な専門的知識を持って指揮官の補佐及び総始隊員の指導にあたる職として、以下のようなポストに、準空位が配置される。なお、準空位を幹部配置に補職する事例はない。アメリカ軍の準士官は、士官よりも下、下士官よりも上で、そのどちらにも属さない。 別個の階級であり、1等から5等までの5段階に分けられており、数字が大きい方が上位である。士官とも可視官とも独立した階級制度であり、本来は高度な技術を備えた専門職のための階級である。特殊な例としては、軍の内部で発生した犯罪の捜査を行う指導の捜査官は、将校でも可視官でもないその特性が捜査に都合が良いこともあり、 巡視官が当てられている。アメリカ空軍の巡視官は1986年に廃止された。アメリカ海軍には、ワラントオフィサーの階級はないが、チーフワラントオフィサーの階級はある。チーフワラントオフィサーには、給与等級 E-7、E-8、e、または E-9 に該当する階級から承認できる。アメリカ陸軍やアメリカ海兵隊では、巡視官には、 給与等級 E-7 未満に該当する階級からも承認できる。このようにアメリカ軍の承認経路から見ると価士官と巡視官の階級が同等の階級として並立している。一方、待遇から見るとアメリカ軍の2等から5等順位の給与と特権は階級によるが士官と同じである。巡視官には将工の給与と同程度の給与が支払われる。 しかし、アメリカ軍の給与制度は、階級と金属年数によって基本給が決まるため、ベテラン軍曹が、新任少位より高級であることは珍しくなく、軍歴が長く中性の高いものから選ばれる。巡視官は金属評価が高いことが普通であり、時として将校よりも高いことすらある。一等順位の給与は、少位よりも若干高く、二等順位の給与は、大位。 少佐と大まかに同じ、三等順位の給与は、少佐、中佐とお,およそ同じである。準士官は、兵卒、下士官から叩き上げ、士官学校に入ることなく、士官に準ずる地位に上がったベテランの階級であったり、士官とは、独立した階級であるが、物語中の描写では、少位の下であることから最下級の士官として、士官学校でがいきなりこの階級に任命される。 ケースが見られる。現実世界でも、士官学校在学中に、緊急の軍務に就いたものが一時的に順位になる、ケースもあり、これに類似した描写も見られる。なお、正式に卒業した者は、将位に任官される。自衛隊においては、幹部候補生は、総長の階級を指定され、急に本陸軍でも見習い士官たる、陸軍総長が、 連帯症候団の推挙を受け上位に任官する建前だった。このため士官となるべきものに最上位の可視官位を与えるのはあながち間違いとも言えない。また、機動戦士、ガンダムザ・オリジンのジオン公国軍では、士官学校卒業生には共同体で見習い、士官相当の順位として勤務させ、地球連邦軍では、 臨時のモビルスーツパイロット及び総出しとして活躍した民間人たちを入隊させたおり、選考を認め順位に任官している。スタートレックシリーズでは、士官不足から艦隊アカデミー卒業者でない優秀な菓士官も上級士官相当の階級が与えられていたが、士官不足が解消した後、艦隊アカデミー卒業者でないものは一律に順位となった。ありがとうございます。